こんにちは、カッティングマンです。本日はなんとスープカレーに挑戦します。お家で簡単にできるスープカレー、本格的ですよ。これは皆さん時間があると思いますが、ちゃちゃっとできる方がいいですよね。味は保証しますんで、ぜひ作ってみてください。それでは材料紹介いきます。こちらじゃがいも1個、にんじん1個、玉ねぎ半分、今回手羽元使います。手羽元5本で、こちらカレーのルー、カレーフレーク大さじ1杯、これ1個ですね。バター、大さじ1杯 1個ぐらい、ケチャップ小さじ1ぐらい、ニンニク小さじ1で、コンソメ1つ。じゃあこちらをまず玉ねぎから炒めていきます。バターを入れて玉ねぎを炒める。それからここの調味料を入れていく。その後コツを入れていく。この手順でいきます。じゃあレッツゴー、イエイ。よし、それではまずバターから入れていきます。今弱火でお願いしますね。焦げちゃいますよ。お願いします。あ、誰だ。今日の私はアイモです。あ、アイモさん、はじめましてですね。いや、2回目です。2回目か。アイモさん声変わったな、なんか。はい、ちょっと転生期に入ったので。変わるんだ。絶対皆さんね、これ撮るとき変わってるんですよ。人も変わってるけど。今回何作ると思います？これ。そうですね。もしかしてビーフシチューですか？うわ、いいとこ行ってんな、こいつ。惜しいな。もう一回。もう一回。そうですね。わかりました。うん。シチューですね。わ、惜しいな。ラスト、もう一声ですか。もう一声。もう食材は合ってる。もうカレーもね、合ってる。もう何カレー、ここまで言ったらもう言っちゃいましたね。言っちゃった、ごめんなさい。はい、皆さん、スープカレーですね。当てるんかい。そこキーマとか言うやろうって。そこまで来て当たらんのかい。あゆもさんのトークとカッティングマンの道具で玉ねぎがいい感じです。あ、ちょっとしんなりしてきましたら、他の調味料全部入れます。コンソメ、ニンニク、ケチャップ。あやまさん、調味料入れるときは話つないでくださいよ。ごめんなさい、僕話し下なので。でもニンニク、カレーにニンニクっていうのは初めて聞きました。うん、おー、結構ね、定番で入れますよ。コク出ますか。うん。じゃあこれでちょっと炒めていきますんで。はい。はい。はい。じゃあね、これぐらいちょっとダマになって香りいいでしょ。すごくいい香りがしてきましたね。もうお腹ペコペコです。いや、僕もね、ペコペコだよ。そしたら他の野菜系をね、このまま入れちゃいます。少し茹でたりとかしないんですか？しないんですね。いい質問ですね。あ、いい質問ですね。普通のカレーはちょっとね、フライパン、焼きますよね、ちょっと肉とか。はい、ね、じゃがいもとか、あれは肉崩れ防止なんでね、焼いた方が美味しいんですけど、スープカリーはもうこのまま入れちゃいます。なるほど、ええ、そしたら水を 600cc です。あ、 AI のあゆもさん、ありがとうございます。やっぱりロボットと人間の間なので。何、やっぱハーフなんですね。そうですね、
名前はもう一回いくんですか。アイボです。アイモ。何アイモですか。スペースアイモです。じゃあこのまま蓋をして中火で沸騰するまで待ちます。はい、じゃあこんな感じで煮詰めて15分経ったんで盛り付けていきます。はい、ということで完成です。できたー。できたかも。美味しそう。美味しそうかも。香りいいよね、なんかね。すごくいい香りですね。こんな感じで今日の晩ご飯はスープカレーで、皆さんせーの、決まりすごい合う。ぴったりです。ぴったりやね。OK、じゃあ、あいもくん、さよならを。それでは皆さん、面白く言ってさよならを。バングラディッシュの言葉でさよならお願い。それでは皆さん、グラッサーイ。グラッサーイ。